はい、字幕です。はい、字幕です。お待たせしました。って感じなんですけど、まあ、いや、てなわけで、よいしょ、いろいろ写真を撮っていきましょう。なんかオレンジ色で系縄らしく、しめしんらしく、オレンジがしめしんらしいのかよくわかんないんですけど、まあなんていうのかな、そのなんか一応それっぽく努力はしてる感じがしますね。14番ってなんだろう、あ、これか、15番、16番はヘキサ違うか、17番がヘキサかな、18番なんだろう、19番、20番、もう外観ってなんか意外と全通してくれそうな、しないとまずいくらいの道なような気がするんですけど、そんなに遅れてるんですかね。そんなに遅れてるんですかねっていうイメージがすんごいあるんですよね。なんか結構近畿道的なポジションで、なんか結構圏央道が結局もっと外側の圏央道の方が大事だってなって、なあ、はいはい、なんかできそうにないですよね。大泉から先って東名方面ですよね。むちゃくちゃ都会ですもんね、あっち側。なんかもう作る場所がねえよって感じしますもんね。なあ、電車とかだったら、鉄道の路線だったら作れそうですけども、やっぱ厳しいですよね、あれは。あの高速道路だったらいろんなところに出入り口も作んなきゃいけないし、で、あの多分火災対策ともガソリンで走る車だからいっぱいあれだろうし、用地もあるし、多分無理でしょうね。っていうわけで、何度か動画を編集してきて、ようやく新名神の区間に入りました。やったぜ。なるほど、東武西田線がどこなのか分かんないんですけど、なんか、そういえばここからの標識が LED なのもなんか今回からみたいですね。これややこしいから、ここからはしなくていいんじゃねえのって感じはするんですけども。しかし、この、なんていうのかな、この、このね、これが新名神なのっていうくらいひでえ高速でしたよ。この写真見てくださいよ、本当に。うん、京田辺なんて田舎の代名詞みたいな場所なんですからね。もっと贅沢、潤沢にとっちゃう誰が使うのかなっていう気がするんですけど、なんか そこの移動に需要あるっていうのが正直疑問ですね。まあただ言うなれば、東武本線と東上線系統の車両のやりくりに秩父鉄道を通さなくて済むっていう意味ではすんごいメリットありそうな路線ですけども、なんか客として使う分に差してメリットがあるのか正直疑問に感じますね、その路線は。はい、ってなわけで、これが新名神です。なんか最近1キロごとに直近情報なる情報板をつけるみたいな計画が上がっているようで、新規開通の新名神にはついているそうなんですが、あの本当に新名神って思うくらい狭いですよね。これ阪神高速の間違いじゃねえのっていうレベルで狭いですね。これが天下の新名神なのかって思うと、ちょっと涙が出ちゃうかな、みたいな道ですね。はい。作りかけが今の大神。これが新たな日本の大動脈ですか。そうですね。そんなに出てるんですね。西新井から王子のバスって、そんなに多いんですね。はい、そんなに多い。まあ人は住んでそうですけど、なんかみんな電車乗るのかなって思ってたら、そっちの方に結構分散するんですよね。なんか、あっちの方の、いまいち住んだことがないので、
どういう移動の需要があるのかなっていうのはなかなかよく分かってないんですけど、大師線はね、伸ばせるなら伸ばしてほしいですけども、まあこんな感じですね。これが大動脈かって考えたらね、ちょっと涙が出ちゃう。正直ね、これ、筋気道の北の方じゃないですか、これ。筋気道の南の方が走りやすいし、これが大動脈なのって言われたらちょっとね、ほんと、本当にって本当にマジでっていうのがちょっと印象ですよね。なんかね、ちゃんとした高速道路ってね、渋滞してる中ね、なんか覆面パトカーが一ちゃん左側を、うーうーって言いながら、なんかむちゃくちゃ左側をね、路肩を走っていくイメージあるんですけど、これ緊急車両が路肩を走ってどこにも行けねえっていうね、悲しさですね。はい。ちょっと大動脈にした本当に貧弱ですね。自分も3車線分の幅があって、で、結局2車線、1車線不在に4車線として共用してんのかなって思ったら、むちゃくちゃ貧弱で、ちょっとびっくりしました。西新井から板橋の路線で来ていたら東武東上線と伊勢崎線の同行だ。確かにね、できてたらね、便利なのもあるで、そうなんですね、道民じゃねえ、都民じゃねえ、マジで噂すん。で笑うレベル。どうなんでしょうね、新4号バイパスってあれか、なんか80キロ出せる下道だっけ？すごいらしいですね。あるみたいですね。なんか。あれ、125cc までの原付を排除してるみたいな、実質自動車専用道路イコール高速道路みたいなところではありませんね。イコールつかニアリイコールか。新4号バイパスって。栃木県内でしたっけね、確か。いや、これはちょっとね、大動脈にしたら貧弱すぎますね。はい。新名神って聞いてるからね、なんか120キロで走れる道かなみたいな気がしたんです。って思って行ったんですよね。120キロで走ろうとか思いませんけども、それはいい車だったら、まあそうですね、らしいですね。120キロとか出しても怒られないっていうか、それはパトカーにバレたら怒られるけど、その120キロ出しても、それが普通に感じるような道なのかなって思ったんですけども、なんていうのかな、100キロで走ってもこれちょっと速くねっていう思うレベルのちょっと狭い道ですよね、これは。その、なんていうのかな、まあ、間違えても130キロこの道では出したくないな、みたいなの、道でしたね、これは。ちょっと、これが大動脈？っていうのがちょっと疑問、あれですね。6車線のなんか、猪瀬ポール仕様で出てくるのかなって思ったんですけども、これはね、本当にいかんでしょうですね。何のためにバイパス作ってんの？何のために新しい道路作って、車流そうとしてんの？っていうところなんですよね。名神の方はまだまだ人住んでるとこ通ってますからね。新名神なんで本当人住んでないとこを選んで通ってるような道なんですからね。何十年何百、何十年何十何百年使うような道なんですから、もう頑張ってね、そこはちゃんと贅沢して作ってほしかったですよね。何十年何百年使うものをケチ類、国会議員減らすか、国会議員の給料を下げろって俺は言いたいんですよね。山陽道と中国道的な坂まあ本まあさまあ、んそんのな暫感定じです4車ね。線で使って感じですが、まあ、山陽道もね、なかなか広島県内が全部80キロ規制っていう、なかなかクソみたいな道路なんで、いや、結構カーブも多かったし、中国道とかもっとひどいみたいなんで、まあ、あそこは、あの2つあったら、まあ、まず大丈夫でしょうみたいな感じはするんですけどね。ゴールデンウィークになったら、まあ、激混みしてそうですけども、まあ、今日もね、どこだったかな、中国、豊中だかどっかで、横浜ジャンクションまで渋滞っていうラジオを聞いて、ああ、ゴールデンウィークだなと言ってね、関西の渋滞の名所でそんなことを感じました。そっちの方だったら、関東の方だとどこなんですか、談合坂とかですかね、よく知らないんですけども、大正義に国、確かに国道2号バイパスが有能すぎますからね。岡山とか広島に遊び、岡山に遊びに行くんだったら間違いなく阪神高速からの、なんだ、第二神明まで余裕で課金して、そこから下道なのに無駄に、あれな二国バイパスを通って岡山に行って、岡山からまあ尾道、広島方面、もう結構バイパスで整備されてますよね、あそこは。しまなみ海道行くときに福山から尾道の方まではバイパス通ったんですけども、なんか結構あっちの方のバイパスが緑、車以外入れないみたいな道で、なんかかなりいいみたいですね。松永バイパスでしたっけ？あの辺りもなんか4車線が今進んでるみたいで、なんかむちゃくちゃトンネル掘ってましたし。いやー、マジで高速誰が乗んのみたいなところではありましたね、あそこは。
いや、本当にね、まあ、といってもね、奈良県がね、高速道路全然ないんですよ、本当に。高速自動車国道が県庁所在地を通っていないっていう絶望的なところですからね。なんか阪神高速が伸びて名前変えた無駄に高い道路くらいしかないっていうね、本当に、わけのわかんない状態なんですけども。直近情報版の画像保存したっけ？保存してねえな。いやー、しかしこれ貧弱ですね。なあ、渋滞しそうな場所ですね。結構渋滞しそうですね。なんかいろいろありますね。なんかパトカーも普通にいましたね、今日は。まあ、いて当然っちゃ当然ですけども。ああ、本当にね。あとね、安らぎ看板、さて安らさげてないさんですよね。まあでも確かここは新名神本線じゃなくて連絡道扱いですよね。あ、そうなんですか。ここ連絡路扱いなんですかね。東名と新東名結ぶ浜松の稲坂から浜松かどっかとか、そんなやつですよね。ちょっと待ってください。調べてみます。これ新名神の本線だったと思いますよ、多分。多分本線だったと思います。いや、ほんと真面目に。本当に本線だったと思うんですけども、どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。新名神ってどうなんでしたっけ？これ本線でしたかね？これ本線だったような気がするんですよね。これ本線ですね。連絡道じゃなくて本線ですね。ちょっと見ましょう。信楽インター。そうですね。スタートが四日市ですね。ちょっと見てみましょう。四日市からスタートして、菰野、鈴鹿、亀山西とかを通って、で、土山。この辺はね、なんか、2018年度開通予定って感じで、四日市から、伊勢湾岸からあれのとこ、今は東名阪通ってるみたいですけど、並行して新しく作るみたいですね。ここ、まあ、東名阪だけ6車線だったのが、まあ、で、6車線あるのに、ここに、あれ、家、新名神ぶっ込んでくるわけですから、まあ、6車、いくら6車線あっても対応できないでしょうって感じなんで。まあ、ここは新設が妥当として、現状開通してるのが3番の亀山から、信楽、大津の方がですね、草津ジャンクションでしたかな、なんかそこあたりですよね。で、開通で、失礼、ググりましたが、温泉っぽいですね。本線ですね。大津連絡路っていうのが、なんかあるみたいで、ここが今できてるとこなのかな？名神方面との連絡する大津連絡路ですね。があって、大津ジャンクションで大津サービスエリア、新名神大津スマートインターとか通って、宇治田原も通るんだ。宇治田原まで高速あったら便利だな。で、常陽を通って、常陽から八幡京田辺ですね。なんか、ここがくっそ貧弱な道を通った後に、2024年の3月に全開通するみたいですね、結局。2293、那覇国道って魔境ですかね、ここへ。名阪国道は、まあ、関西のね、なんか、割と地獄みたいな運転をと、に慣れたら、別に普通の道に感じるようになりましたね。あははははははは。どうなんでしょうね。よく走る人からしたら魔境なんですがね。でも正直、新たな大動脈として新名神ができると言われてね、ちょっと、この企画じゃねえ。この企画じゃねえ。ちょっとまた、やっぱり安定の名阪国道ですかねっていう感じですね。いや、どうなんでしょうね。まあ、他の車とかいっぱい、業者は行こうぜ。率が高いからな、韓国道。
まあ、事故率は確かに日本一の高さみたいですね。何が原因なのか分かんないですけど、多分皆さん高速道路だと勘違いして、まあ高速道路 ほとんど高速道路なんですけどね、あれは どうなんでしょうね。運よくか運悪か分かんないんですけど、死者に向けた花束がね、なんか路肩に置いてあるのは見たことありますけども、事故ってる車を見たことは見たことはないですね。オメガカーブは確かに怖いですね、あれは。あそこはね、もうちょっと右行ってたとしても、あそこが来たらすぐなるべく左に寄れるタイミングで絶対寄るようにしてます。まあ、ほんと右走ってたらね、チーンってなりますからね。ということで、名阪間のルートを主におさらいしてみましょうということで、まあ、高速だけで言うならば、名神高速ですね。これが基本的なルートです。大体東海道線、東海道新幹線に並行しています。というのがこのルートです。それから、次が、東名阪、名阪国道、西名阪道で通っていく道なんですけども、これちょっと南側なんですけど、大体近鉄特急の走る近鉄名古屋線、大阪線にほぼ並行してる感じかな。ちょっと違うんですけども。まあ、近鉄大阪線にちょっと近いルートだと思ってもらえたら結構です。あとが新名神ですね。その東海道新幹線と近鉄のルートのちょうど間にと、を、なんか、なんていうのかな、垂直二等分線じゃねえや、垂線？じゃあ、中、なんとか線、数学でなんか習ったと思うんですけど、なんだったっけな、中線か、中線だ、中線みたいなところを大阪まで引っ張ったのが、草津線沿い、いいですね、その発言。いいですね。あ、本当だ、草津線沿いだ。あんな電車使わないからね、存在す、大回りでしか使わないから存在すら忘れちゃってました。草津線ですね。草津線沿いですかね、そんな感じです。いや、違う、名阪国道があれですね、関西本線だね。いや、どうだ、関西本線と近鉄大阪線の間走ってるみたいな感じですね、名阪国道は。はい、なんかごめんなさいね。関西本線だ、名阪国道は。近鉄大阪線もっと南側、もっと南だ、もっと南走ってるんですよ。ごめんなさいね。近鉄大阪線じゃない、大阪線じゃない、大阪線はもっと南ですね。北から順になんかそんな感じですね。まあいいや、まあいいや。 なんかむちゃくちゃなんですけど、まあなんか高速道路で言えば、いっちゃん北が名神、真ん中に新名神、いっちゃん南に名阪国道って感じですね。はい、まあ、どれを使ってもいいんですけども、まあ、そうですね。例えば、名阪国道の場合だったりしたら、東大阪だとか、八尾だとかの人だったりすると、名神に出るために、吹田まで行って、高槻、京都だとか通って、まあ、京滋バイパス通ってもいいんですけども、ほんで、滋賀まで行って、米原とか通るでしょ？で、名古屋に行くわけだからね、クソクソ遠回りなんですよね。名阪国道なんて半分高速みたいな道ですからね、一般道とはいえ。70キロ制限ですしね。危ない区間60キロ制限なんですけど、まあ、車以外、まあ、自転車やバイク、原付が紛れ込んだり、歩行者が入ってくることは原則ありえない道なので、まあ、そうですね。その最高速度さえ、最高速度、そのカーブスポット以外は半分高速道路は道ですので、まあ、ですし、無料ですし、ってなわけで、大体多分、そうですね、東大阪より以南の人間はおそらく名阪国道が安定じゃないですかね。新名神もいいんです。新名神、名神も結構通るんでしょうけども、やっぱり京都とか滋賀の方を通っていくとなると、それなりに遠回りになっちゃうので、お金ももちろんかかるのもあるんですけども、やはり遠回りになるんで、結局ね、なんかいろいろ勘案した結果、名阪国道の方が早いなみたいなところではありますよね。はい。ということでございました。というのが、まあ、現実ですかね。まあ、電車だったらね、まあ、公共交通機関だったらね、高速バスみたいなのもあるらしいんですけどもね、なんかね、近鉄特急にね、20分でね、下道縛りだったら国道1号とかですかね。国道1号で行きますね。行きますね。はい。国道1号が混むけど、まあ、
この道と、あと小物から湯山温泉とか、その480何号だったから、なんか、そんな道でも行けると思うんですけど、個人的に自分が下道縛りだったらどうやるかって言いますと、名古屋スタートで言わせてください。大阪市内まで。適当に東大阪からはもうほぼほぼいろんなルートで大阪に行けるんで、まあそこは割愛しますけども、名古屋出ます。国道23号の名刺国道に入ります。ずんずん行きます。で、亀山からは、名阪国道に入ります。名阪国道は無料なので下道とします。歩く人は頑張ってください。で、名阪国道でザーッと行って、そうですね、天理まで行って、国道24号に入って、奈良に行って、奈良から半田道路でビュッて抜けて、大阪ですかね。下道縛りで行ったら。まあ、大阪南部とか中部だったらこう行けばいいでしょ。大阪市内北部方面に行かれる方だったら、名阪国道までは一緒なんですけども、伊賀で抜けてもらって、伊賀から163号に入ってもらって、ずっと163号走ってもらっても大阪方面行けるんで、163の方がもしかしたら確実かもしれません。163はあんま混まない。混むのかな？よくわかんない。163号はちょうど関西本線に並行してます。ちょっと伊賀の方からちょっと大阪の北部方面に入る道なので、それがおすすめですかね。まあ、国道25号、名阪国道が天理に来て、天理から下道で大阪方面だったら基本的にはそうですね。ねえ、北に出て、北に上がって、半田が一番かな。それとも、25号まっすぐ進んで大阪に入るとかもありですね、国道25号。まあ、25号混むので、3号のあたりでちょっと抜け道を通って、大和川の北側だったかなんだ、王子から、王子付近でちょっと抜け道を通って、3号からをちょっと、どこだったっけ、青山だか、青垣とかいうところの経由ですね、川地片上からどっかで抜けて、経由していくと、北部の渋滞を回避できるとか、その程度じゃないんですかね。25号から抜けていくとかいう感じでしょうかね。はい。13峠使うのはね、通ってくださいレベルですね。メインの道としてはお勧めできません。ってな感じですかね。下道だったら。まあ、奈良市内まで来たらもう、あとはいくらでも道はありますので。まあ、奈良というのは関東でいうところの埼玉みたいな場所ですかね。埼玉って言うたら栄えすぎてる気がしますけど、まあ、半分、埼玉？まあ、埼玉みたいな場所なんで、埼玉よりは田舎だけど。どこって言ったらいいんだろう、狭山とかかな、狭山じゃねえか。まあなんか、八王子でもないかな、なんか、どこだろう、例えるならば、鎌倉とか、そんなの、藤沢、まあ、そんな感じですかね、なんか、もうほぼほぼ、関西圏に入ってきた場所なんで、いくらでも下道はあるって感じなんで、この間の山を、関西地方と中部地方の山をどう越えるかみたいなところではありますけども、山越えは163か、まあ、25号。名阪国道下道を足扱うんだって感じですかね。なるほど。まあ、奈良もね、最近 RYR がね、どんどん発掘されて、RYR が面白い県みたいな感じですよね。まあ、角型とかもちょっと前までありましたし、古い道金をね、何気にしっかり残ってくれてますしね、左赤点灯の RYR に関しては、本当奈良は天国ですね。はい。って感じでございます。まあ、いろいろありますけど、そうね。そうねしか言えてないけどね。なんか、大体そんな感じですね。国道165号は被災までで、163があれまでか。はあ、163と165、そうか、この近くしましょうかね。まあ、しなくていいか。ってとこではありますが。まあ、こんな感じでございました。動画の編集をしてるのにね、語るのに必死になっちゃって、編集をしていないというね。深く。
不覚ですよ、これは。不覚でしかありません。2と293、今日しげる BP ってどうなんでしょう。ケージバイパスですか。はい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 。まあ、簡単に言えばあれは、バイパスと言って名乗ってますけども、名神高速の、なんていうのかな、その、バイパスっていうの、名神高速を、そうですね、新名神と大体並行してます。新名神が、草津まで来ますよね。大阪、滋賀の方から、ずん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 亀山の方からやってきて、どこだ、四日市からやってきて、草津のあたりで名神に合流するんですけど、これが連絡路ですね。あ、ここが連絡路なんか、草津田の上とか、大津とか、そのあたりなんですけども、その付近で、大津で一旦ずれて、そのまんまに、ずっと宇治田原、常陽と通ってきて、まあ、場所的には常陽だったら駅名でご存知だと思うんですが、常陽と通ってきて、高槻で名神に合流して終わりみたいな道なんですね。もっと先まで実は行くみたいなんですけど、まあ、高槻、京田辺、名神。高槻、京田辺、常陽、大津み、宇治田原大津みたいなルートにもするんですけど、ちょっとそれの北側ですね。名神高速がですね、東海道線に沿って名古屋から走ってきてとしたら、名古屋、岐阜、米原と通ってきて、まあそこから彦根だとかいろいろ通ってきて、草津まで来ました。18キッパーだったらおなじみでしょうね。ここから東海道線は、大津市内通って、京都だとか、まあ、京都南とか伏見の方通って、名神は、そのまま大山崎の方まで出るわけなんですけども、京都市内経由して大山崎まで出るわけなんですけど、京都市内に行く車がやっぱ多いので混むわけじゃないですか。まあ外国人とかいろいろ観光客とかいるわけなんで、京都市内をパスしようということで、草津の間の大津の瀬田ですかね、石山かその付近で、刑事バイパスというのは分岐します。そのまんまですね、宇治、小倉池通って、国山通って、大山崎に行きます。途中で第二京阪の国山ジャンクションで第二京阪と分岐しますが、そうですね、簡単に言えば京都市内をスルー、名神を通らずに京都市内をスルーするための高速ですね。まあそうですね、刑事バイパスも確かに混みます。この新名神のこの付近の開通を遅れたのは、猪瀬のバカ野郎がですね、まあ、5000万円をケチったとかじゃなくて、もっと大金をケチったんですよ。刑事バイパスあるから、こっちの方の新名神いらねえのじゃねえのみたいなことを言いやがって、新名神のこの付近の予算を凍結させやがったんですよ。で、結果、今になってまた予算が降りて、なんかしょぼい道が最近になって、ちょくちょく作ってできてきたわけなんですけども、ちょっと刑事バイパスがあるからいらねえんじゃねえのっていう、甘すぎる見通しで開通が遅れたって感じなんで、名神のバイパスの刑事バイパス、そのバイパスの新名神みたいな感じで今建設してるって感じですかね。まあ刑事バイパスは純粋に名神高速に通って、名古屋から大阪に行く際に、そうですね、京都市内を単にスルーするためだけの道だと思ってもらったらそれでいいかなと思います。料金面でもおそらく名神と一緒だったかなって感じですね。ただお気をつけいただきたいのが、名神高速草津パーキングを出たら、名神の場合はこの後大津サービスエリア、それからですね、なんか桂川パーキングエリアと通って、最後、吹田まで行きます。吹田からの西宮で終わりになります。ただですね、刑事バイパスに入っちゃうとおトイレありません。草津出たらおトイレがありません。そうですね、刑事バイパスで組山通って名神に入っちゃうと、このまま名神吹田サービスエリアまでお手洗いがありませんので、大変おしっこが漏れます。気をつけてください。うんち行きたくなったらもう一巻の終わりですっていう道ですね。まあ刑事バイパスだったらもうトイレがないのは完全にもう第二京阪に入って京田辺パーキングでうんこしてくださいってことですね。はい、ということでございます。本当にね、サービスエリアが本当にないから気をつけましょう。しがらきで降りて307、ああありですね、ありです。307も何気に混むんですよね。307で滋賀に遊びに行ったんですけども、ここは絶対に名神を通るべきだって僕は思いました。2時間3時間ぐらいロスしてる気になるんで、滋賀にもし車で遊びに行く場合は迷わず高速に乗りましょうっていうのが個人的な経験ですね。はい、っていうとこでしょうか。まあダラダラとお話ししてきたわけではございますが、もう字幕だ。
307も確かに何入のですよね。山城大橋のところで結構混むのであんま好きじゃないんですけども、まあ確かにあれが混んでた時は言うのですね。信楽で降りて307ありですね。まあ確かに多いですね。まああと言います、刑事バイパスは有料です。